れはさ、て、あ、これあれか、関志保って一番最初に書いたアルバムか。アルバムはじゃあここに入れようか。まだ出てくんだ。服まだあんの、あ、入んないよー。入んないよね。これ入んないんだよね。これどうやって収めてほしいんだろう。ちょっとじゃあまずここに置くしかないから。お、開いたねー。結局最後まで靴出てこなかったんだけど。あ、じゃあさ、カバンここに。オッケーない。オッケーない。あれでも出てきてないわ。ドラゴンが。こん中とか入ってんのかな。オープン。ドゥデン。なにこれ。あ、これタオルか。次。あー、石鹸ね。え、お手手洗う用の石鹸だよね。それ歯ブラシこっち置いて、こうだよね。あ、コップね。コップね。結構、ここは歯ブラシにとか無理だよね。結構キツキツだな。え、なにこれ。日焼け止め？え、これ何？なんだろう。なんかお風呂に置いとこう。次。香水？いや、置くとこそんなにないんだけど。しまっとこ。次。これさ、どこに何を置いてほしいの？絶対置けないよね。ちょっと しまっとこ。次。この辺はシャンプーとかなのか。まさかの。救急、これは何、何か起きた時に避難できるやつってことなの？ここにもブラジャーあるの？もう隠せないよ。どうしよう。ここにも入んないよね。入んないじゃん。ブラジャー置く場所ないけど。じゃあ、お風呂上がりにブラジャーつけるかもしれない。つけるかもしれない。つけ。置く場所マジでないじゃん。ちょっと一旦置いとこう。マジで変なもの出てきた。これ何？あ、歯磨き粉の、替え？わかんないな。若干やっぱ海外って感じがあるよね。あ、これは、多分シャンプーとリンスと、そうだね、替えのトイレットペーパー。いや、直置き嫌だな、直置き嫌だな。いや、まあ、出てくるよね。今嫌な予感がしたんだよ。あ、パスタオル。直置きしたくないけど、ここにパンツ置いちゃってるんだよな。パンツ、あ、分かった。じゃあ、これ、あ、置けないじゃん。ちょっと、他に置ける場所ある？ここで。何出てくるか、ほんと、これは何よ。あ、バスボムじゃない？違う？違うんじゃないこれ。何これ？バスボム？ちょっとよくわかんないな。なるほど。ちょっとこれすごくね。フライパンが、そしてこっから出てくるの。ちょっと一旦じゃあフライパン置いてきて。私は理解した。サニタリー系ですね。これで開くんだ。ってことは、なんかさ、関連してるものがちゃんとまとまって入ってるのかなって思ってたんだけど、箱の中に。そういうわけじゃないんだね。となると香水も別にここじゃなくていいんだ。まあ、トイレットペーパーはここじゃないとダメだわ。難しすぎるでしょ。ちょっともうちょっと買い物をし、行って、ちょっとね、小物買わないとダメだわ。ダイソーに行くべきですね。んじゃ、これは、玄関ってあるんだっけ、この家。あ、この家玄関ないんだ。脱出不可と。
ちょっとじゃあまあ一旦これをここに置くわ。よくわかんないから。次。キッチン。キッチンタオルなのか？あ、かけられるじゃん。まあ、ナイフとフォークはしまえるってことだよね。オッケー。ちょっとわかってきたよ。ナイフ。たくさんのナイフ。ん？スプーン。何本ある ?4 本か？タオルめっちゃあんな。ここにストック。台拭きは確かにね。ああ、はい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 。この辺はいいんじゃない？あ、これは洗剤。あれだ。食器洗い洗剤。あ、これはゴキブリ殺し。これはホットサンドメーカーか？なんかわかんないな。あ、まな板ですね。まな板です。フライパンの場所がおかしいんだよ。IH だから。え、作業はここ。コンセントここにある。何が出てくるの？あ、鍋ね。鍋出てくる。え、置けないのここに。ん？もう一個ずれるとか？置けないんだ。じゃあ、ここ次。まさかの業務用鍋。すごいね。ラーメンの鶏ガラスープでも作るんだろうか。あ、これ油だ。油。サラン？ん？何これ？サランラップかな？サランラップはやっぱりめちゃめちゃ使うからすぐ使うとこに置きたいね。これ何これ？これ何？かぼちゃ？あー！スポンジか！スポンジ未開封な感じ。じゃ、待って！今気づいたけど、ここのさ、数字動いてるんだね、ちゃんと。すごいね。あ、フライ返しじゃん。フライ返し、そこに置いたら溶けちまうよ。なんかいろいろ納得いかないんだけど、ちょっと開けてみなきゃわからないのが怖すぎる。コップ？あ、コップか。コップとかってここ。あー、ここにカトラリー置くのかよー。ちょっと一旦出すわ。もう早く言っても。ここでしょう、ここでしょう、ここでしょう。コップは入るじゃん。あ、やっぱり一人暮らしじゃない。あ、これエスプレッソ用だ。すごいこだわってんね。シュガーでしょ、これ。ジェット。え、シュガーって書いてある。英語読めんだ、すごくね。次、なんだこれは。これはわからない。クッキー、非常食、お皿だー。あ、お皿はこっちに入ります。あ、ボールか。これは入らないんだ。まあ、じゃあ料理中ってことで、ここに置きますか。この鍋でやばすぎるね。これ閉めるとさ、あ、待って、ここも開くんじゃん。さすがにこれはここだわ。この鍋使う頻度によるけど、私は鍋とかはほこりかぶりたくないから下にしまっちゃう派なんだよね。あ、ボール、いいね。重なるんだ。へえ、これ開くのかな。さすがに開かないのか。最後は、あ、お皿ね。お皿、やっぱここ今2人暮らしだね。間違いない。だってパンツの量明らかに多すぎたもん。なんでここでキーボードが出てくんだよ。ちょっと待ってね。そうなってくるとまた話は別だぞ。じゃあ、これどこにも置けない。ちょっと待って、ちょっと待てよ。もう本も置けないんだ。ちょっと待て。やっぱりキーボードはどう考えてもここに持ってこないといけないから。あ、難しすぎるでしょ。これ入んないんだ。カラフルはんぺん。これ立たない、立てられない。わかった。ちょ、エッフェルト。あ、エッフェルトここに立ってもらって、こうだな、こう
でいいんだけど、あ、じゃあエッフェル塔と、スーパーガールはここで、これ、あ、お、ここに置けるんだ。すごい、全然嫌だけど、ここに置く？いや、待ってよ。となってくると、まだまだここからパンツ出てくる可能性ありえるよ。あ、よかった、サラで。次。あ、よかった、サラで。次。あ、ま、やっとまともなのでできてるわ、ちゃんと。びっくりした。急に物騒なもの出てきた。まあ、こうだね。はいはいはい。カトラリーさんは、ここに入るか？あ、入る。何これ。栓抜きか。入るかな？あー、もう入んないなー。そしたらコップをこっちに置いて、ここに置きたいかな。次。あ、開封済みのあるんじゃん。じゃあ、ストックは下で。いや、先、なるほどね。お！デファールワール取られ、ほんと楽だよね。ねえ、ここで、どうしてバラバラに入れてきたんだよ。もう、困ってたよ。オッケー。次。なんこれ、あ、ピーラーか。ピーラー。コップ多くないか？コップ類はもう全部、じゃあ分かった。コップがなんか予想以上に多いから、ここに置いて、皿ね。皿。入らないんじゃない？ちょっとこれ。入らないの？じゃあここに置くか。なんかこの隙間めちゃめちゃ気にならない。ここ何か置けるものないのかな？ピーラとかは入る。ピーラぐらいは入るんだ。まあ仕方ない。皿ね、皿。ソルト！これはお塩だ。で、これちょっと、ソルトでかくね？で、次。醤油か？いやでも海外に限って醤油ってことはなさそう。これどこまで端に寄せられる？ダメだ、怒っちゃう。調味料を。これさ、これって、向き変えて、しまえないのか。むずいね。ここの冷蔵庫開かないもんね。これゴミ箱でしょ？そうだよね。あ、キッチンペーパーもあるの？これ全部さ、開けた方がいいかも。なにこれ。あ、まだカトラリー出てくんの？これで最後か。入るかな？入んないよね。コップ、エスプレッソ用のコップ。入んないじゃん、これ全部。どういう計算なの？じゃ、やっぱり、栓抜きはあれなんだな。こうして、これは入る？入る！もうこれはここに入っててもらって、栓抜きと、ちょっとわかんないなぁ。こうで、このお皿軍団って、入る！フライ返し。ここじゃ溶けちゃうなぁ。意外し、ここでいいや。キッチンペーパーの場所も気に食わないけど、まあいいでしょう。これでいいんじゃないでしょうか。なるほどね。成長なんだ。これは面白い。やっぱ今回写真撮るとこはもうここだよね。ズームしてと。よいしょ。フレーム。どうしようかな。やっぱまあこうだよな。
そうだよな。フィルターあ、じゃこれなんかどんどんやっていくと増えていくんでしょうか。これかな。バシャリ、これですね。今回はオッケー。素晴らしいゲームだねこれ。でこれで次またどんどん進んでいきますよってことなのかな。これあーなるほど、へー面白い。これはずっとやってて飽きないなぁ。ちょっといろいろさぁ、この辺がね、時間がまた経ってるわ。ちょっと気に食わないけど、まあ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 仕方ないでしょ。お星様マーク。ここで終わっちゃったよ。そういう終わり方なんだ。まあ、いっか。これになっちゃった。自炊しなきゃダメ。はあ、だって、じゃあこれは、そうか、どん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 先があるんだね。